だから自分のことを考えても周りとの折り合い考えてもやっぱりほどほどのところでコンスタントにで無理しないで長持ちするっていうのがすごく大事ですね。まあ、そういうこともあってそのストレスマネジメントっていうのはやっぱり大事じゃないかと。それは単に対処法っていうこともあるんだけど、そもそも自分にこうかける負荷ねばならぬべきっていうのが強すぎると逆にちょっと空回りしてね行き詰まってくるっていうことになりやすいので、そこを和らげながらほどほどのところで動けるようにする、機能するようにするっていうのが当面目指す落としどころじゃないかなというふうに思うんです。無理してほしくないんですよ。でなるべくこうコンスタントにパフォーマンス出るような状態に持っていく、あるいはそういうふうにマネジメントしていくっていうことがすごく大事ですね。なんとなくこの雰囲気わかりますかね。だから心理的にはストレスマネジメント的に言うと、その完璧主義っていうのはかえって損しちゃうので、調子を落としますから完璧主義。あとこだわりね、ねばならんとかべきとか、英語で言うとマストとかね、そういう感じで、これすごく多いんですね。調子が、メンタル調子が落ちてくる人って、こういう自分で自分をガチガチに縛るような考えっていうものに支配されていることが多い気がします。で、ただ、もし現時点でそういう感じがあったとしても、罪悪感は持たなくてもいいと思います。別にいいとか悪いとかっていう問題じゃないっていうことですよね。いいとか悪いとかっていう問題じゃないです。単純に自分にとって損なのか得なのかっていう話なので、そういうものを持ってるからって言ってまた責めたらそれ自体がちゃんとしてないってことになってしまうのでね、で自分をこう追い詰めることになってしまうので、追い詰めてほしくないんですよね。そのためのストレスマネジメントということになります。だから現時点ではまあぼちぼちやっていきませんから、しゃかりきっていうのはおすすめしないし、でももうなんかもうやりたいことないことはやらないっていうことだけをただやってるって言ったら、それはやっぱりなかなかね仕事っていうところまで結びつきにくいと思うので、もちろん調子がねもう一番悪くてどうにもこうにも動けないっていう時はしょうがないんですよ。そういう時はもう休みに限るんですけど、ある程度動けるようになってきたらちょっとほどほどのところでやっていくっていうところに徐々に戻していくっていう、そういう方向づけは大事かなっていう気はしてます。